強くなれた気でいた。畜生、俺はまた、いて、受けきれなかった。心まで折れたらほんまに負けよ。ヴィラン退治はいかに早く戦意喪失させるか。こっちが先に喪失してどないすんねん。我々に勝つつもりだ。やったな、ラッパ。分かってくれたか、いいデブだ。こんな三下とっととぶっ飛ばして、みんなのとこ戻るぞ。相性は良好。我々のコンビネーションで確実に処理するんだ。これ外せ、使うな。主役に溺れるな。コンビなんてオーバーホーが勝手に決めたことだ。オーバーホーじゃない、オーバーホール様だ。何でもいい。俺は殺し合えれば何でも。なら好きにしろ。それで処理できるのならな。いい引きこもりだ。なんやゴタゴタしとったけども、危うくなればバリア出してくるに違いない。前に入ったら避けるのは不可能。加えて吸着の俺でもダメージくるほどの衝撃。打撃が効いたのは久方ぶりや。俺も昔はゴリゴリの武闘派やってん。どっちが強いか勝負してみようや、ラッパ君。やっぱりお前はいいタイプだ。天外、バリアは出さない。そう、いい人ばっかじゃねえか。あかん、こいつ一着。どんどん調子上げてきたね。あと俺をかばって衝撃を受けきれてねえはずなのに。これ間に合わへんとっちゃうか。がっかりさせんなよデブ。まだ倒れねえでくれよ。やっと肩が温まってきたとこなんだから。何やってんだよ。強くなった君なんて飛び出て千葉の必殺技をあっさり破られて足手まといになっちまって、マッドガムが死んじまう。俺のせいで。あの少年はもう無理だな。恐怖に染まった目だ。効果破られたら何もできねえのかよ。何もできねえのかよ。嘘だろ、まだいけるよな。今までも怖い思いはたくさんしてきた。でもそれ以上にいつも怖かったんだ。お前が俺に与えた衝撃全部吸着し沈めてやる。防御はどんどん薄なるが、蓄積された衝撃はどんな盾もぶち抜く方向となる。せやけど予想以上に盾が削れすぎや。ラッパー、そいつ何か企んでいる。早く仕留めろ。気になる。生きていたら披露してくれ。もう二度と後悔しねえ。割れたそばから固めてけ。耐えろ、守れ、信じろ。俺は守れるヒーローに。お前リーダー。アリアは出すに決まってるだろ。無意味なことを。我が防御の前になすすべなく倒れるだけだ。もう絶対後悔しねえ。俺は守れるヒーローになる。大きにええ方向になったわ。俺もお前らもデッドライオットっちゅうヒーローのアタカギだ。ホコタテ勝負、こっちの勝ちや。